東風の桜餅を作っていきたいと思います。今回この料理を選んだ理由は、春というか、桜の時期といえばもう桜餅という感じなので、定番の、本当に簡単な桜餅を選びました。まず、こちらの桜の花と、桜の葉っぱ、こちらは、塩漬けになっているものを使っています。塩漬けの、桜の花と葉っぱは、2月ぐらいになるとスーパーでもよく出回ってますので探してみてください。はい、こちらを、塩抜いていきます。水に10分ほどつけて 2,3 回捨てたり、また水をつけたりを繰り返して塩を抜いていきます。流水だと抜けすぎてしまうので香りも全部なくなってしまいますので、気をつけてください。端っこを少し食べてみて、ほんのり塩分が残ってるぐらいが、理想の味です。そうしましたらこちらをもう、拭き上げていきます。キッチンペーパーなどで水気を取っておきます。でこのような状態で準備しておきます。カラカラになってしまうよりもしっとりしてた方がいいと思います。それでは生地を作っていきたいと思います。まず、こちらは桜色の色粉なんですけども、こちらも時期になると、スーパーにあると思います。こちらで水に少し赤い色をつけていきます。本当少しで色づきますので、加減しながらやってみてください。あまりつけすぎると毒々しい色になってしまいますので、ほんのりピンク色、これぐらいの色でいいと思います。でボウルに、白玉粉を入れます。この色のついた水で、一気に水入れてしまいますとダマダマになってしまうので、少しずつ水を入れてホイッパーなどで、かき混ぜていきます。もうここまでくればダマになることはないので水を入れてしまいます。それでは別のボウルに小麦粉をふるっていきます。ふるっておくとダマになりにくいので、ふるってから使ってください。でここに砂糖も入れます。で先ほどの白玉粉の水を少しずつ入れていきます。これで桜餅の生地の完成です。それでは種になるあんこを丸めていきます。今回は市販のこしあんを使っています。だいたい目安で 30g ぐらいに丸めておきます。このように丸めておきます。それでは桜餅の生地を焼いていきたいと思います。ご家庭のホットプレートでも簡単にできます。温度は160度に設定しておきます。それではサラダ油を少しだけホットプレートに塗り込みます。本当にうっすらで大丈夫です。でここに生地を焼いていきます。少し楕円形になるように焼くのがポイントです。薄すぎるとこうなんだろう、 あんこだけにあんこの味しかしなくなってしまいますので、伸ばすんですけども薄くならないように少しこう乗せながら、厚みを少し持たせながら焼いていきます。でこう表面が端っこの方が、反り返ってきたら、竹串なので返していきます。で色がつくと、桜餅の、薄いピンク色が台無しになってしまうので、色をつけないように焼いていきます。
160度で片面大体1分ぐらいですね、焼いていただいて、こう手に貼り付かなくなれば出来上がりです。もうこれで完成です。はい、こちらをじゃあバットなどに乗せて少し粗熱を取っておきます。生地が焼き上がった後にこの桜餅の葉っぱを同じ温度で焦げない程度に少し炙っておくと香りがとても良くなります。これぐらいで香りがすごいしてきます。はい、それではあんを包んでいきたいと思います。丸めたあんを少しこう俵型にします。桜餅を包んだ時に少しはみ出るぐらいにしたいので極力手前にあんこを置きます。でこのような形で包みます。そうしましたら先ほど軽く炙った桜の葉っぱで包んでいきます。でこの時に桜の葉っぱも、なるべくギリギリに、軸の方をギリギリに置いて葉っぱが少しはみ出るぐらいにしたいです。包む時は表で包みます。桜の葉っぱの表で、裏側が外側に来る感じで包んでいきます。はい、それでは盛り付けていきたいと思います。この桜の花を、中心に乗せます。でこれでとても春らしい色合いになります。で今回このような器に盛っていきます。美味しい春が咲きました。関東風桜餅、出来上がりです。